フェラーリに、ランボルギーニ、キラ星のごときスーパーカーが大戦に集結。そこには町長のこんな思いが。デューバのあのフェラーリランボルギーニのあの聖地になればいいなと思ってます。フェラーリのエンブレムは馬、ランボルギーニは牛。この二大スーパーカーを牛馬に見立て、かつて日本最大の牛馬市で賑わったここ大山の馬喰座に現代版の牛馬市を復活させ、町を元気にしようと町長自ら発案したのがこのイベントです。町長の願いが通じたのか、会場には親子連れやカップルなどおよそ1万人が訪れました。ちょっと初めてこんな間近で見たんですごい感動してます。やっぱフェラーリとか憧れます。やっぱりザ・スポーツカーって感じでかっこいいなって。ランボルギーニ好きですね。これいくらぐらいするんですか？ SVG なんでプレミアついても1億超えてきて、将来乗ってみたい。本当に乗りたいです。絶対乗るぞって感じですね、はい、やっぱりあの裏缶のフォルムがかっこいいですね。2000万3000万とか憧れですね。ところでスーパーカーのオーナーさんってどんな人たちなのか直撃しちゃいました。この車はどんな車ですか？フェラーリの F8 スパイダーっていう車です。おいくらぐらいするんですか？5500万。ご職業は何をされてるんですか？私保育士です。資金はどうされてるんですか？ちょっとね。そうなんですね。安定感があるのでコーナーの曲がり方がすごいクイックで楽しいです。これは360のスパイダーです、はい、子供の時からの夢だったんで、はい、まあ、その後悔したくないんで、はい、おいくらぐらいなんですか？1300万ぐらいでした。ご職業は何をされてるんですか？サラリーマンです、はい、どういうところが気になりますか？V8 のエンジン音が好きです。なんだかみんないい人みたい。ならばちょっとおねだりして運転席に座らせてもらっちゃいましょう。どんな風に乗ったらいいんですか？足から乗ってもらった方が乗りやすい。あ、足から。右足入れて、お尻入れて、お尻を入れて、おお、左足、左足をこんな感じ。こんな感じ。あ、すごい。うわ、これがランボルギーニです。フィット感がすごいですね。パツパツです。ねえ、素晴らしい。おいくらなんですかこれ？1300万円ぐらい。ちなみにご職業は何をされてるんですか？会社員です。ローンで頑張ってます。なるほど。初開催のイベント、町長さん大盛況でしたね。ぜひあの来年以降も開催をしたいなというふうに思いますし、大山が牛馬の聖地として、オーナーの方にあのイベントがない時にも、来ていただけるような、1年に1回は行きたいとか一生に一度は行きたいと思ってもらえるような、まあ、そういう取り組みにしていきたいと、現代版の牛馬の聖地にしていきたいと思います。